クリスティ・マクニコルはアメリカ合衆国の女優。1970年代後半から1980年代初頭にアメリカや日本などにおいてアイドル的な人気を博した。家族の友人にアイラブ・ルーシーのデイジ・アーナズがいたことから、そのつてで1970年頃から兄のジミー・マクニコルと共に子役としてテレビコマーシャルなどに出演し始めた。マクニコルを 一役有名にしたのは1976年から放映されたテレビシリーズファミリー愛の肖像での事情役である。1977年と1979年のエミー賞で最優秀女演女優賞を1980年のピープルズ・チョイス・アワードでは最も人気のある若手女優賞を獲得した。この1980年まで制作された。 テレビシリーズによってティーンアイドルとなった彼女はカーペンターズのクリスマス特番に出演したことがきっかけで兄のジミーと兄弟デュオを結成しアルバムもリリースしているこの頃から映画にも進出1981年にはアメリカで最も高額なギャラを受け取っている女優の一人と報道された同年の映画泣かないででは1982年の ゴールデングローブ賞にノミネートされ、同年度のヤングアーティストアワードでは受賞を果たしている。18歳頃から過労や生活の一部であったファミリー、愛の肖像の終了、パイレーツムービーなどへの厳しい評価等が原因で、精神的に不安定となり、1983年にクリスティマ・クニコルの白いロマンスの撮影を続けられなくなるほど苦しむようになる。 1980年代半ばに一時休養。1988年にカムバックする。とりわけテレビのホームコメディシリーズ、エンプティーネストでの主役の一人である、自助役は特筆すべきもので、アメリカでは彼女の本格的なカムバックを歓迎する報道が多く見られ、後に彼女のキャリアを解雇した際には、ティーンアイドル時代以外での代表作に挙げられる。 ものだが、1992年に、う症状のため番組を降板。再び表だった活動は少なくなり、2001年には、正式に引退を宣言した。その後は、演技学校で教えたり、チャリティ活動への専念が報じられている。私生活では、アイドル前世の頃に、やはり人気アイドルだったレイフ・ギャレットとの交際が、報道されたこともあったが、2012年に、同性愛を、 カミングアウトしている。ファミリー、愛の肖像は、日本では1979年から東京12、チャンネルで放送が始まったが、彼女本国でのブレイクから4年遅れで、日本でトップアイドルに押し上げたのは、テータム・オニールとの共演作、リートル・ダーリングによるものが大きい。1980年代初頭のスクリーン、ロードショーといった雑誌の表紙を多く飾った。 スクリーンで過去60年間の人気投票を通算してのランキングを男女50人ずつ発表。マクニコルは女優の49位だった。当時の人気を受けて、1981年のさよならジョージアのサウンドトラックから彼女が歌う涙を抱きしめてが日本でのみ、シングルカットされている。リトルダーリングの共演者テータム・オニールとは少なからぬ縁があり。 1976年の頑張れ。ベアーズでオニールが演じた役は当初マクニコルが演じる予定だったとされている。マクニコルがリトルダーリングで演じた役はオニールが断ったものだった。同時期に日米でアイドル的な人気を得た他の子役俳優たちとも関わりは深く、1976年のタクシードライバーでジョギ・ホスターが演じた役はマクニコルも候補に、 上がっていたが断ったという。一方で、同じく少女娼婦の役だが、プリティベビーの主役を得ることには乗り気だった。しかし、すでに、ファミリー、愛の肖像でスターになっていた、マクニコルのイメージを心配した、同番組のプロデューサーアロン・スペリングの、猛反対により、断念したと伝えられている。その1978年春公開の、プリティベビーで、 スターとなったブルックシールズは同年マクニコルが兄とレコードデビューした際のイベントに出席している。ありがとうございます。